TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの狩谷陽子です。日天のポッドキャスティング、今日は346回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは5月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から10時27分までの放送をお聞きください。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。5月4日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。はい、さて連休中ということで、お出かけの車の中という方も多いかもしれません。いい天気になりました。はい、今日が連休中で一番いい天気じゃないかと言われていますが。ああ、そうなんですね。今日はこの後気温が昨日ほどではありませんけれども、平年に比べると 2,3 度高く、東京、横浜、千葉、宇都宮で24度まで最高気温が上がる見込みです。前橋、熊谷では25度、水戸では21度という予報になっています。はい、昨日がとてもとても暖かかったので、どうしても人間は贅沢なもので、昨日と比べてしまうとちょっと寒いので一瞬ですね私は昨日から家に帰っていないので昨日の装いのままなんですけれども、昨日と同じ格好だとちょっと寒いということになりますけれども、平年に比べると十分に暖かい、いい天気だということです。ね、昨日半袖でよかったけど今日ちょっと長袖でよかったかもしれません。ね、ちょっと私は今朝寒い思いをしています。緑が日に日に濃くなりまして、本当ですね、外にぼーっとしているだけでなんとなく気が和むといういい天気です。はい、ぜひまだ外に出てないという方は外に出てみるといいのではないでしょうか。紫外線が大変強いということです。はい、こんがりと焼けてください。お気をつけください。さて連休が続きまして、昨日が憲法記念日、そして今日が4日、緑の日。はい、明日5日が子供の日、5月6日が振り替休日と、ゴールデンウィーク後半の4連休を迎えて真ん真ん中ということです。はい、皆さんのご予定はいかがでしょうか。今年のゴールデンウィーク、いろいろな調査機関がそれぞれの動向を発表していますけれども、これは旅行会社が発表したデータですが、一泊以上の国内旅行に出かける人は2196万人。上手に調べますよね。確かに。どうやって調べるんだろうなと思いますけれども。本当ですね。聞かれてないしね。そうですね、もし私が一泊旅行に行くとしても、ここの旅行会社には多分知られてないはずなのにって気持ちになりますけれども、いけませんね。まずそういう疑心暗鬼から入っちゃうと。バスは来てるのかななんて思っちゃいますけど、国内旅行は2196万人ということで、大体5人に1人から6人に1人くらいでしょうかね。そうなんですね。一泊以上の海外旅行は47万人ということですね。47万人なので、海外旅行もっと行く人多いのかなと思いましたけれども、50万人というと200人に1人くらいですか。そうですよね。家族4人で行ったら800人に1人の家族かって思っちゃうんですね。素晴らしいですね。ということで一泊以上ですけどね、一泊以上の国内旅行はだいたい5人に1人ぐらいがお出かけになっているということですね。でも日帰りの国内旅行などになるともっと増えるでしょうしね。あ、そうですよね。ちょっとね、三井アウトレットモールとかに出かけるだけでも随分ね、そう楽しいですよね。そうですよね。気持ちが変わります。変わりますね。ええ、そして早くも日曜日渋滞が発生しています。この後詳しくお伝えしますけれども、9時45分現在、高速道路主な渋滞、
東名高速道路は下り線、今はほとんど下り線ですね。全部混んでいるのは東京から離れる方ですね。行楽地に向かう車なのか、行楽地に向かう車っていうとね、なんかね、またそれはそれで住んでるところが逆の人ね、なんかなんでそういう風なあの一般論にしちゃうんだっていうことをね言われますんで、下り線、はい、下り線、東名高速道路下り線、はい、厚木の先の伊勢原バス停付近で現在35キロの渋滞、ねえ、35キロの渋滞、9時45分にはまってると結構だって、これから行楽先に向かうんでしょ、かわいそう。多分ね、車の中で聞いてたら一番イラッとする。そうですよ、くせっ。もうでも楽しむしかないですよ。あ、そうです、ね、ゴールデンウィークに渋滞にはまっちゃうと、もうそれは仕方ないですよ、うん、もうね、そうですよ、もうこれ織り込み済みです、これは織り込み済みですよ、うん、もうね、うん、うん、芸能人が成田空港帰ってきて、うん、ね、うん、新婚旅行の帰りであの週刊誌の記者に囲まれるみたいな、それぐらいの気持ちで、なるほど ね、やっぱりな、なんて仕方ねえな、人気者だからっていう感じで乗り切るしかないんじゃないでしょうか。なるほどね、そうですね、はい、うーって感じですよ ね、もうね、車の中でどうぞ皆さんも規制を発してください。東名高速道路下り線現在ですよ、伊勢原バス停付近に35キロの渋滞。もう一回言う、ね、これ抜けるのどれぐらいかかるんですか。結構35キロって言うと1時間30分くらいかかるんじゃないですか。違うのかしら。中央道参ります。中央道山梨の方に向かう皆さんですが、下り線小仏トンネル付近で14キロ、それから珍しいですね、稲城で渋滞です。これは事故のためだそうですけども、16キロ。それから北へ向かう東北道下り線加須30キロ。下り線加須で30キロ。関越道新潟の方に向かう高速道路下り線花園で45キロ。関越道下り線花園で45キロ。これはあれですか、あの辺富岡製糸場とか行きたい人がぶつかっちゃってるのかな、どうなのかしら。それから常磐道下り線柏付近で18キロ、同じく常磐道下り線土浦北で26キロ。この他千葉方面京葉道路アクアラインなども混んでいます。軒並み混んでいます。この後詳しくお伝えしますけれども、まずは大きな概論からということです。はい、これは大変ですね。どうしよう、ね、渋滞の中の車内って本当コミュニケーション力が問われますよね。なんか人間力っていうか問われますよ ね、はい。何か家族を乗せていても友人を乗せていても、何かこう渋滞になった時の引き出しの数っていう、ありますよね、私も困った時の1時間半くらいをすり抜けるための謎々を5つくらい持ってますよ。謎々5つくらい、5つで1時間半いけるくらいの重量級の謎々なんですか。盛り上がれば2問目くらいで盛り上がれば3問目やりますけれども、あんまりノリが悪い場合は、あの自治問題みたいな方にすり替えてきますけれども、あとなんかトラックの説明とかね、なんかすると盛り上がったりしますよね。なんか周り見てて、トラックってさ知ってるみたいな、聞きたい聞きたい。ちょっと今度ちょっと見ててなんて、ほらほらみたいな、でしょなんて、なんて言って、この間テレビで見たんだけどなんて、持ってますね。あのじゃあ今教えろって話かもしれませんけどもね。これはあの言っちゃうと私がねこうやるときに価値が下がるって言いませんけれども、いろいろありますよね。あとなんか前の車のナンバーで数字遊びをしたりとかね。そうですよね、足したり引いたりね、ありますけどね、あれ意外に最近盛り上がりませんね、なんかね。やってないですねこのところ、なんとなく決定版のナンバー遊びを誰か早く見つけてほしいなと思いますけどね。コミュニケーション能力ありますね、中澤さんも渋滞にはまった時などは、助手席が多いんですか、運転席が多いんですか。子供ができてから後ろで子供のなんか相手をして間を持たせるみたいなことが多いですかね、はい、
子供相手に間を持たせる、間を持たせる、はい、なんか食べさせたり、食べさせたりこぼされて片付けたり、なんか気をそらせたり、はい、なんか読み物見せて気持ち悪くなったって言われたり、はい、みたいなそんな繰り返しで地獄ですね地獄ですか、ねえ、もっと前向きな意見は何かないですか。そうですよね、本当、うん、やっぱでも最近あのパーキングエリアも充実しているのでね、はい、割とこまめに降りて楽しんでますけどね。そうですか、江戸風になってたりとかいろいろありますよ ね、 ね、本当に。あとはなんか高速道路で渋滞していると周りをよく見るようになるので、本当に他の車の動きなどがよくね目に飛び込んできますけれども、私前も話したと思いますけど、その高速道路で渋滞してくると車間距離の詰め方にもそれぞれの個性が出ますよね、結構ぴったりの人も、あの結構しっかり取る人もしっかり取る方がいいとは思うんですけど、私以前京葉道路か何かで少し 5,6 キロの渋滞があった時に、もうこれまでの人生経験上ありえない車間距離の詰め方をしている乗用車がいて、もう車間距離が5センチないぐらいの、もうなんか、そしてその前の車はいかばかりかと思って、なんかちょっと本当にもう口が大きく開いたまま閉じないぐらいの、っていう感じの前の車との車間距離を詰める乗用車がいて、そしてなんかもう呆れるとか怒りっていうか、なんかもう本当にもうはぁっていう感じの、怖い前の車はね車間距離詰められて嫌ですからね、そんなに詰めたらみたいな、胃に穴が開いちゃうよみたいな前の車がと思って、それでちょっとねあの中途半端な正義感みたいのがあって、その車に注意する根性はないので、どんなやつが運転してるんだって思ってね、睨みつけてやろうと思って、その車の運転している人の顔が見えるように、あの車線を移動してね、なんとかみたいな、なんとか俺が睨むんだみたいな感じで、使命感に燃えて、使命感に燃えてね、でちょっとずつもう10キロ以下ぐらいでちょっとずつ進むから、なんとかチャンスを見出して、その人の顔を見たいがためにものすごくそのあの車線変更にあの皆さんにご協力いただいてね窓なんか開けて後ろのトラックにちょっとこう入れさせてなって、ちょっとすいませんなって手出して、この人はなんでこっち側に今車線を動かしたいんだろうってね、後ろの車には思われながらね、すごくあのもう大変よ、もう窓開けたりハザード出したりごめんちょっと入れてってで、ついにその非常にその不愉快に車間距離をね詰める許せない乗用車の真横に私は車を進めることができて、でまたその人の顔が見える角度っていうのがまたあるからね、結局私も前の車にものすごい車間距離を詰めちゃって結局一緒のことを、ね、両者さんでやってるみたいな話、長くなってますけれども、その許せないほどに車間距離を詰める乗用車の運転手の顔をようやく見られる時が来た。私は追い越し車線の方に入って、ちょうどその許せないほどに車間距離を詰める乗用車がちょうど真ん中の走行車線にいたんですけども、私はその、まあ、本当はどっちからでもよかったんですけど、まあ、偶然その右の方からですね、進行方向向かって右の方から入って、なので私は左を向いてこう、助手席越しにこのその許せない人の顔を見てやろうそして並びにそのタイミングと時期がと根性があれば睨みつけてやろうなんだお前はありえないぞっていう感じで見てやろうと思って準備をして、買ってみたら向こうがそれ以上の感じでこっちを睨みつけてるっていう、どういうことか皆さんお分かりですか。これものすごくありえない距離で車間距離を詰める許せない乗用車の持ち主は警視庁だったんですね。警視庁の特殊警護班だったんですよ。その彼らは自分たちの一つ前に VIP の乗ってる車を警護してるんだね。なのでその VIP の車の後ろに一般車両が入ると危ないので、絶対に VIP の車の後ろに何人たりとも入れない、バイクすら入れない、
むしろなんかタヌキとかキツネも入れないぐらいの感じのその警備なんだね。なるほどね。なのでもうビタリッとつけてるんでね、もう命がけでそこはつけてる車間距離ね、はいはい、でそんな VIP の車の右斜め後ろに私が来たということになりますから、そんな VIP の車の右斜め後ろに不用意に怪しく近づこうとしている、私の車がむしろものすごく警戒対象になってるので、だからもう私の車がちょっとでも近づこうものなのギュッと睨んで、あの私がよく話しておりますけど、あの警視庁の顔抑止力、顔抑止力例のところの顔抑止力ってものすごい感じでグッと見られて、皆さんあの警視庁の SP とか特殊警護とかいわゆるその警備のプロフェッショナルの人の本気の睨みに遭遇したことありますか？本当にたじろぐほどの強さがありますよ。小学校2年生が教頭先生に本気で睨まれたぐらいの勢いがありますからね。もう本当 2,3 日あのへこむというか、もう気分が回復できないぐらい、なんか、そんな押さえつけられちゃう感じあるんだ。ものすごいですよ、プロというか、まあね、うんうんうん、プロの技ですよね。しかも特殊警護班の皆さんは乗用車にね、運転手だけじゃないですか、助手席、うん、それから、後部座席にも乗ってるんですけどね、どれぐらいの睨みかと言いますと、はい、運転席の方から向こうの窓を開けて、はい、開けて顔を突き出しながら、もう顔がグーって六六みたいな感じに対象の車の方に出てくる、出てきますよ、出てきてうっていう、ね、それで一瞬にして要するにアナウンスもないし、あの自分たちがどういうことをしたいのかも伝えては来やしませんけども、ものすごいメッセージ性があります。私たちはものすごい大事な任務を抱えていますので、変なつもりいたずらな気持ちで何かやろうとしているんだったらとても迷惑ですっていう、たまにそういうことを上手に伝えてくれる社会人いますけども、はいみたいな、空気で一瞬で感じますでしょ、そうですね、それピリッとした感じの、感じを一瞬でグッと出してますよ。そしてこちらが納得しましたっていう顔をしたらすぐにその行動をやめます。ああ、そうなんですか。しつこくしないんだ。しつこくしないですね、はい、節油終了みたいな。節油わかればよし、申し訳ございませんでしたっていう感じで申し訳ございませんでしたっていう感じですごすごと引き下がってまいります。そしてその後渋滞の後、私その特殊警護車両が大変興味あったので、あと彼らに守られてる VIP って誰なんだろうなんて思いながらね、でも決してあのその車列を邪魔することなくね、遠くからっていうか車2台ぐらい後ろから静かに見守るという離れた結構離れて、もう一人ぐらい怒られないかななんて、ね、あそうですね、そしてあの料金収集所みたいなところに行きますと、はいはいはい、また高速道路から高速道路で料金収集するようなETC のところとかありますよね、はい、あそこの時も素晴らしい、考えてください、前の VIP の車と自分の車の間の車間距離をほぼ10センチ以下でずっと進んでて、であそこってスピード落とさなきゃいけないし、一番ちょっと車間距離が空きそうな感じで、もし自分がテロリストならばそこがチャンスと思ってブーンと入ってって、いきなりね車のスピードを落ちたところでちょっとねジャン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 っていうようなイメージができますでしょ。バーがこう下がっちゃうもんね。で VIP の車がちょっとねスピード緩めたりとかすると、当然ちょっと後ろの感覚が空いちゃったりする可能性があるんで、そこがね本当上手だった。どうなってるんですか。もう本当見事に、本当前の車の減速と一緒に、もしかすると運転手同士でなんか無線でやってるのかなと思うんですけど、前のブレーキランプと後ろの車のブレーキランプの誤差がほとんどなし、もう本当に2台ともに減速して2台ともにぐーっと加速していく感じ。 ETC の仕組みとかどうなってるのかなと思うんですけども、多分係の人が解除してると思うんですけど、その時一瞬私たちは警察車両ですということを示すために、天井についてる覆面のランプをこうあの手で乗せるタイプじゃなくて自動でこうひっくり返る、ピョンっていうあの、クイズの早押しボタンみたいにピョッと出るんですけども、で周りにVIP 並びに警察の車両がここにいるということをあまり広く知らしめたくないので、その警察のパトランプの出して引っ込める速度、
もう本当目にも止まらぬスピード高速道路の人に理解してもらうためだけのスピードで、後ろの車の人がもうあまりにも速すぎて気づかないくらい、前の車は不正乗車なのみたいな感じ で、私はもうずっと気になってるから見てるから、あれどうするんだろうと思ったら、1秒ないですよ、パパッ、そんな早く出てしまえるもんなんですか、ものすごい速い、カメレオンの下みたいな感じ、ペロンペロンあんな早くしまえるんだと思って、多分きっとね、なんかあのハンクラッチみたいな容量でボタンを押してるんだと思うんだけども、きっとしっかり押したらペロって出ちゃって、ペロってなっちゃうから、きっとなんかその半押しのね感じのテテッっていう感じの、そのトルッってこうパパッっていう、早いで通過してる、すごいもん。そしたらそのペロっていうので、意外にその VIP の車の周りに警察車両がいたことが分かって、ああみたいな、隠密警備だと思って、なんて、この車も意外にアクティブな警察車両ですねみたいな、そういうなんか意外にも黒塗りとかじゃないんです、黒塗りじゃなかったりね、意外にその行楽地に向かう家族連れのような車の雰囲気でいながらして警備車両だったりです、みたいな、私たちも何かペロペロっと出したいなみたいな、はい、警察の皆さんのね、日本の優秀な警察の皆さんの顔抑止力ってね、顔抑止力、皇室の皆さんの警備をねされてる、皇室のパレードの前に出てくる顔抑止力チームもね、以前ご紹介しましたよね、そうでした、天皇皇后両陛下などがお出かけになる際に通るその道を警備する皆さんがいるんですけども、天皇皇后両陛下が通る15分ぐらい前にね、こう道路に何か不審なものはないかどうか、それからパレードを楽しみにしている人たちの中に何かちょっと余計なことをしてしまう人がいるといけないのでということで、本当にしつこいようですけども、教頭先生150人ぐらい乗用車に乗ってそして、まあね、道路交通法関係ありませんので、ね、シートベルト外しで、助手席の方からも上半身ベルトの下ぐらいまであれですよ、あの助手席の窓から身を乗り出し、もう箱乗りどころの騒ぎじゃありませんからね、もう曲乗りみたいな感じですよ、本当にベルトの下まで胴出してますからね、それでものすごい睨み でちょっとねバカな若者なんかはなんか少しそういう風に周りがガヤガヤしてきたということで、ちょっとね興奮して余計なねなんかこうはしゃぎようとかしてご迷惑かける場合が想像できますよね、そういう人間たちとかに対してものすごい勢いでグワーッと睨んでて、でちょっとそれでひるまなかったらその乗用車自体が歩道の方にグワーッと寄ってきて、で警察の人たちって貧困法制だと思ってますけど、車の運転本気出したらもう貧困法制どころじゃありませんからね、波の暴走族じゃありませんからね、ものすごい勢いでもう顔がぶつかるんじゃないかっていうところまでぐらいグワーッて顔近づけてきて、何するものぞ大胆な人はそれでひるみますよ、すみませんでした、そんなに大きな声を出すような場面じゃないんですね私たちはみたいな感じですね、大体もうほとんど100人中100人がそれでね、もうぺっこりへこみますよね、おとなしくなって節油終了撤収すごいですね、日本の警察の顔抑止力素晴らしい、鍛えてるんですね、さ渋滞は少し短くなりましたでしょうかメッセージテーマ今日はこちらです、愉快な子供の話、伊勢崎市のカチリンのおばちゃん43歳女性の方からいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、私の姪千尋ちゃんもうすぐ4歳は、とても名調子でよどみなく喋りまくります、4歳で、3歳年上のお兄ちゃんもかなりおしゃべりな子供でしたが、しゃべり出すと同時にそんな兄を凌駕してしまった千尋ちゃん、おもちゃの電話で、はいはいそうなんですよ、じゃあ近いうちお伺いしますからなど大人口調で一人電話してるわ群馬の子供なら誰でも手を染める上毛かるたを3歳にしてほとんど暗記しています、しかもネギとこんにゃく下仁田姉さん、これ正しくは下仁田名産というところなんですけれども、ジョークも把握しています、トイレットペーパーの芯をマイクに回転寿司のアナウンスを途切れることなく、はいマグロ今できますもうしばらくお待ちくださいなんて30分ぐらい勝手に喋ってます
私の父に向かってじいさまはさと甘える姿はもはや民話のレベルです。地声も大きく、お兄ちゃんと喧嘩する声は我が家から線路を挟んだ向こう側の道路まで聞こえています。そうですか、かわいいですね、お話上手だね。3歳児4歳児かわいいですよ ね、 ちょっと困ってくれてるところもね、かわいいですよね。木更津市のダンゴムシのエビゾリさん、53歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の姪の子供2歳はおならをした時、もうしませんもうしませんと言いながら両手を合わせ、その手をおでこのところに持っていき拝むようにして皆に謝ります。顔を見ると仕事に失敗した副部長のように実にすまなそうな顔をしています。どこで覚えたのでしょうかね。いいよしてもいいよ。可愛いですね。本当に懇願してるんですね。そうですね、もうしません、もうしません、ごめん、ほいっとしません。皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、 E メールのアドレスはすべて小文字でにちてん nichiten でにちてんアットマーク tbs.co.jp です。抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出、日天ノートを。3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介した全ての方にオリジナルポストカード、アートイラストレーターにじすけさんの制作による日曜日のパンダをお送りしています。今日のテーマは愉快な子供の話。皆さんからのメッセージをお待ちしています。さてゴールデンウィークですけれども、お仕事中という方も多いかもしれません。カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人、今日もどうぞ一日お励みください、はい、私たちと一緒ですね。それでは音楽をお聴きいただきます。群馬県伊勢崎市、ラジオネーム0283からのリクエスト、サザンオールスターズ秘密のデート。そして青森県五所川原市、津軽りんごさんのリクエスト、吉幾三さん、俺は絶対プレスリー、2曲続けてどうぞ。5月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、10時27分までお聞きいただきました。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎のポッドキャスト天国、明日は子供の日、柱の傷は一昨年の夫婦喧嘩の傷跡さ、子はかすがいで耐える夫はタフガイで、954TBS ラジオです。さて来週5月11日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは母さんの愉快な話。ゲストはコラムニスト泉あさとさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎のポッドキャスト天国、これはあくまで試供品、皆まで語れぬポッドキャスト、ぜひ本放送を聞きなされ。 TBS ラジオ954。